やばい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 。ちょ、皆さん聞いてください。私なんと今日鍵を忘れました。最悪ってことは家に入れないの。一旦話せる外に出るね。はい、で本当に今日は忘れてしまって鍵を、もう何やってんだみたいな感じなので、ママに連絡したら、じゃあ YouTube 撮ってみたいな言われて、確かにと思って、やっぱハプニングの時は動画を撮るしかないのよ、私は。ということで、私は鍵を忘れてしまって結構ピンチ状況なので、動画を回していきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで、でも結構落ち込んでいて、実は。で、なんでかというと、今日テスト1日目だったの。で、この1日目と2日目の間、勉強したいじゃん、明日の分。でもできないので、まあなんか今から、とかお店でも入って、ご飯、お昼ご飯まだだから、早帰りで食べてないから、なんか食べて、それ食べながら勉強でもして、ちょっとママが家に帰ってくるまで、うろちょろしたいと思います。やっちゃったー、マジで。はい、着きました。なんか外でキョロキョロしてたの。じゃあ店員さんが、あ、外から入りますかみたいな感じで誘導してくださったんですけど、なんかだから入っちゃってしたんだけど、ちゃんとしたお店すぎてやばい。結構ちゃんとしてるからやばい。こういう感じだよ。サイズとか想像してたんだけど、なんか違う。サラダが1700円ですからね。やっと、おいしかったらいいということで頼みます。オーガニックセイロマティです。オーガニック。待って、放課後にフラッと来るところじゃない。本当にやばい。美味しそうすぎる。何これ、ボリューミーなサラダなんだけど、絶対美味しい。一人で来るとかじゃない。食べ方むずすぎる。食べてきました。なんか私ピザが食べたかったんだよね。でピザ食べようと思って入ったら、なんかサラダしかなくて、サラダ食べました。外からだったからなんか分かんなかったのよ、なんかどっから入っていいかとかね。でなんか迷ってたら店員さんが呼んでくださったので入っちゃって、でもめっちゃ美味しかったの。なんかもう超サラダなんだけど、サラダじゃないってぐらい美味しかった。でもなんかママに LINE したら、ママまだね帰ってこないらしくて、だからちょっとママが来る間に違うところに行きたいと思います。ありがとうございます。コーヒー、コーヒーもらった。時間がありすぎちゃうので、ドーナツを買いたいと思います。ドーナツ食べよう。ピザ食べれなかったし、小麦食べたいし、ということで買いに行きます。あ、すみません、チョコマニアボックス一つお願いします。あ、3個入りで、はい。
買いました。これ持って帰り用なんだけど3つ入り買って、バレンタインのやつね。ただね、ママがまだ来ないから食べようかな。はい、というわけで買ったんだけど、なんか本当は持って帰ろうかなとか思ったの。でもママが結局まだ来ないらしくて、だから食べちゃいたいと思います。我慢できなくなったけ、JK 最悪だ。バレンタインボックスです。え、待って、普通に考えるとバレンタインもう終わってるよね。まあいつか。あ、売ってんだね。どれにしよう。これやばい。いただきます。おいしすぎ。2秒でいきます、これ。なんか鍵忘れてよかった。サッチ顔丸。え、テスト勉強しすぎ、テスト勉強してお菓子食べすぎて顔丸くなった。私はちゃんと自分の顔の丸さにも絶望したので、もう一旦食べるのやめて、で明日も試験があるのでお勉強をしたいと思います。勉強しないとさ。今日ね、試験1日目だったので、なんか明日が試験2日目なんだけど、でなんか今日歴史と原告と音楽だ。そう、で音楽は歌詞が一文字間違えて、私はめっちゃ高得点取れそうだったんだけど、そこを逃しまして、で、さらに、国語はできた。やばい。今回ね、ある。これ90ある。90ある、ある。攻略法見つけて、だから、いい感じで。歴史がね、どうだろう。今日早帰りで2時半とかだから、まだ大丈夫。今日は。その、ママが家に着いたっていう連絡が来たら帰りたいと思います。それまでちょっと、勉強道具だけは持ってたから、勉強します。ただいま。帰ってきました。ねえ、何やってんの？はい、まああの私がね、あの鍵を忘れたとママに連絡して、どうでした？びっくりした？だってさ、 LINE 来たけどさ、ママ全然家にいないし。あー、もうびっくり。それでママに伝えたら YouTube 撮っといてって言われたんで。っていうか、ありましてね、誰もいなくて鍵がないから、はい、時間を潰してもらいました。何やってるかわかりませんけど、はい、ドーナツ買ってきたんですよ、ドーナツ。あ、そうなの？はい、だから後で食べてください。でもただあの一個だけ食べかけがあるんですけど。何食べかけなの？いや、わかんないんだけど、もうね、はい、しょうがないですね、それは。はい、なんで、入ってきました。次からはちゃんと鍵を持っていきたいと思います。本当ですよ。ということで今回は、ひまひまが鍵を忘れたの回でした。っていうかね、はい、朝も、時間を持って出ればいいの。本当にいつもお世話なんだから、頼みますよ。っていうか、鍵関係ある？関係あるよ。鍵関係ある。今日もバーって言っちゃったからだよ。ね。だから鍵忘れたってこと？そうです。あ、はい。じゃあ次はちゃんと持っていきたいと思います。はい、では、次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。満喫できたらいいね。何食べたんだ？